こんにちは、富士広報室の鈴木です。春風が心地よい季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日、今が旬のあるものをいただきました。それがこちらのタケノコです。タケノコという字は竹冠に旬と書きますよね。旬は上旬、中旬、下旬のように約10日間の期間を表す言葉です。タケノコは成長が早く、10日間ほどで竹になってしまうことから、この漢字が使われたと言われています。私もタケノコのように急成長できるよう邁進していきたいと思います。それでは、地域の出来事やイベントの様子をお伝えする富士市トピックスをお送りします。まずは春の話題からお送りします。3月下旬から4月上旬にかけて、市内の桜が見頃を迎えました。3月31日には桜が満開のひろみ公園でひろみ桜祭りが開催され、多くの来場者でにぎわいました。風木にある富士市森林墓園では、4月上旬に桜が見頃を迎えました。春は新しいスタートの時期でもあります。4月5日、富士市立看護専門学校では入学式が行われ、新入生40人が看護師を目指し、新たなスタートを切りました。そしてコミュニケーション能力を高めてほしいという感が、看護師として向き合う患者さんは本心の魅力を持ちを忘れることなく、自分の力を信じることばかりではなく、辛く苦しいことがあるかもしれません。日々変化する医療にも対応していけるよう、常に探究心を持ち勉学に励んでいきます。富士山を望むこの学び屋に、同じ看護の道を志す者が集まっています。困ったり迷ったりした時にはいつでも相談してください。3年間同じメンバーで上がっていくので、とても仲がいいです。
ました。お母さんが看護師だったため看護師の道を目指すようになりました。しかし2回のナース体験で助産師の体験をさせていただいたときに助産師の仕事に魅力を感じ、将来は助産師になろうと思っています。私はもともと歯科助手の仕事をしていたんですが、その中で患者さんと関わることの楽しさを知り、医療に携わる責任と喜びを実感しました。しかし歯科助手ではやれることも限られてくるので、看護師のようなもっと専門的な知識を身につけたいと思い、看護師を目指したいと思いました。この春新たな生活をスタートさせた皆さん、それぞれの目標に向かって頑張ってください。次です。皆さんは葛飾北斎が描いた富嶽36景の一つである寸州片倉茶園の富士をご存知でしょうか。私たち富士市に残る北斎の足跡をたどる会としまして、今日お寺さんでね、お祭りがあるということで、ぜひ皆さんに知っていただきたいという思いがありまして、このお祭りに一緒にさせていただくことになりました。これを PR するためには人に集まってもらわなくちゃいけないということで、これはもうもってこいじゃないかって思いまして、土地も整備しました。で今日は本当に富士山がきれいに見えて絶好の日じゃないかと思います。大勢のお客さんにね、登ってきていただいて、この素晴らしい景色を眺めていただきたいと思っています。ぜひ皆さんには寄っていただきたい。でこれみんなカゴですね、運んでますね。本当にこんな近くにですね、こんなに有名な場所があるなんて思ってもいなかったので、今日は本当に来てよかったです。はい、皆さんもぜひこの場所を訪れていただき、北斎が生きた時代の歴史やロマンに浸ってみてはいかがでしょうか。次です。自動車学校の教習車が富士市を PR します。
士市でですね、シティプロモーショントラックを導入されたという話を聞きまして、女子学校でも何か市を、富士市をですね、プロモーションできるものが何かないかなと思いまして考えたときに、教習車で、高速教習があったものですから、高速教習車にデザインをさせていただいて、県外の方に、富士市を PR することができるんじゃないかなと思いまして、今回作成しました。今後ですね、富士市の夜景とかそういった部分だけではなくてですね、富士市の特産物とかそういったものもデザインして、富士の特産物を周りの方に知っていただくということもしていきたいなと思っております。たくさんの人に富士市のことを知ってもらうきっかけとなると嬉しいですね。さて最後は摘みの様子をお送りします。これから新茶の本格的なシーズンがやってきます。皆さんも美味しい新茶を味わってみてはいかがでしょうか。今回の富士広報室は富士市トピックスをお送りしました。次回もお楽しみに。それでは富士広報室はこの辺で。これはマリッシという品種です。どんな品種よりも早く芽吹いて、で早生品種と言われている中でも極早生品種と言われて、味と香りが素晴らしいものだと言われています。味の特徴はですね、玉露に近い味を出せるような栽培管理でやっております。富士市も大渕からね、ずっと下の方、私たちとか今宮、それから根形筋とかいろいろ場所があります。でそれぞれのところに、立派な生産者がいて、おいしいお茶を皆様に届ける努力をしておりますので、みんなおいしいお茶ができると思います。